んまり締め切らないんですとか、うんうん、もうね、ノンワイヤーの、ノンワイヤーが大事だから苦しくて嫌やな、そうそう、ごめんなさいなるんですよ。で、見ない時もやっぱりほら、ナイトブラとか最近ありますよね。あるけど私できないんですよね。もう嫌でしょ、つけれない、一瞬も良くないって言いますよね。本当はつけた方がいいって言うじゃないですか。でも、いや解放されてたい。でもさ、でもさいいとは誰も言ってない。あー、確かに確かに、勝手に言ってるだけだから。あ、牛乳なおちゃん、歌だよなおちゃん、歌だよ、ほらなおちゃん、なんか大事流れてお茶歌だよ。裏裏じゃないからマイクがないと、ここで歌ったらジャスみたいな。いいよ、ここで今日は朝ちょっとね、何回行かないです。最近目調子悪そうですもんね。どうなんだろうね。これはないんじゃないか。いや、なんか痛そう。途中でなんか、そう途中で刺してるから、調子悪いのかな。今日は、今日はそうですね。さあ、夏目入場の春、みんなで、お子たちとみんなで見に行きたい。映画見に行きたい。じゃあ、予習させておきます。見たいでしょ。塩。あ、すいません。でも、はい、すいません。ソーシャルディスタンスになるので、もしね、それが長かったら、私がもう紹介した午前。なおちゃん、行く？夏目友人賞の映画、来年。夏目友人賞です。かすみです。かずみさん、はい、今動画撮ってるんですけれど、はい、これ YouTube にアップロードしてもよろしいですか？ YouTube にアップロードできる動画だったらいいですけど。なんかおっしゃってください。大丈夫ですか？ポップコーンのかずみと申します。ポップコーンのかずみと申します。入店時にお店があります。はい。はい。中目黒にも2号店が出ましたよ。カラオケバーですよ。で、プロのダーツ。はい。はい、ダーツのプロやってます。はい、わー。YouTube アップロードしてよろしいですか？はい、